しゃっくり出そうって思ったけど、そんなことなかった。こんばんは。はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。あ、ごめん、ちょっと一瞬待ってもらっていい？ごめんなさいね、ちょっと待ってね。お待たせ。よいしょっと。さっき自己紹介したよね、確か。はい、ということで今日もショールームをやっていきます。お腹すいた。夕飯まだなんですよ。そう、っていうかね、昨日さ、昨日のショールームでも話したんですけど、最近あまりお昼ご飯をそんなね食べたいと なんかね、なんだろう、難しいんですよ。本当にもしかして夏バテの可能性あるのかな、わかんないんだけど、なんかね、あんまりすごいお昼ご飯欲がそんなに出てこなくて。そうなの。そう、誰かが夏バテなんじゃないって言ってたんですけど、なんかあながち間違ってないかも。もしかしたらね、もしかしたらです。まあ今日は特に、まあ昨日とか一昨日はなんかあんまりすごい、お昼ご飯でもそうなんで、お昼がね一番なんか食べる気がなくて、なんて言うんだろうね、なんか食べる気がないって言ってもちゃんと食べてるんですよ。そう、食べてはいるんだけど、なんかでもまあ気が進まないんですよね。そう、夏に痩せるタイプ、なんかあんま関係ない気がする。でもなんか初めてだと思います、なんか夏でなんかあんまご飯食べる気になれないの。そう、今はお腹空いてるんでご飯食べます。エアコンの音すごいよね、なんかすごくない？エアコンの音ゴーッつって聞こえてる？もしかして聞こえてたらちょっと恥ずかしいな。さあ、今日は何の話をしていこう。何の話をしようかな。その服いいね、ありがとうございます。去年買ったんです、これ。そう、台風怖くなかった？特に何も、なんかすげえ台風だなとかはそんなには思わなかったです。通り過ぎました、台風。まあ、雨はね降ってたんですけど、愛媛どうなんだろう、なんかそんな怖くはなかった気がする。あつ森ね、朝ちょっとしたんですけど、そういえばお洋服屋さん開いて、お洋服屋さんが開店してる時間に行こうと思って忘れてました。もう手遅れですね、おそらく。
おそらく手遅れ。ブリーチ最新版が出たとか。あーでもなんかあれじゃない、なんか最新版じゃなく、私が見たのはなんか最新作読み切りが出たみたいに聞きましたよ。でもブリーチは親がっていうか家族が好きなんで、そう好きっていうか家族が読んでたからね。私はブリーチ読んだことないんですよ、見たこともなくて。そう、なんかね新作読み切りって聞いて、えそうなんだって思って、あの読んだことある家族はどう思うんでしょうか。どう思うんだろう。最近買った漫画、うん最近漫画何も買っとらん。最近一番最後に買ったのは多分花子くんかなって感じですね。でも花子くんも結構前だからね。うん最近買った漫画やっぱ花子くんかな。デジ、あ漫画はうーん基本的に私あの結構アプリで読んでるんですけど、でもすごい好きなやつとかは、まあ、紙で買う。でもなんかデジタルでは買いません、基本的に私は。買うんだったら絶対紙です。そう、なんかアプリだといろんな漫画に出会えるんですけど、でもなんか買いはしないんだよね。基本的に買うのは絶対紙です、単行本です。そう絶対単行本、ん違う単行本、絶対紙で買ってます漫画は。うん、まあね電子書籍もいいですよね。確かに変な顔した、あくびをちょっとしました、ごめんなさい。やっぱあくびすると目うるうるするよね。イエーイ。昔は初版本とか気にしてた。ああ、私はあんま気にしたことはない、そんなにはないですね。まあでもやっぱ限定版とかは結構欲しくなるんで、まああのそうですね、まあその特典としてつくものが何かにもよるんですけど、そう基本的にまあでも限定版を買うことが多いかな。そう
そうね、まあこだわりはねありますよね、みんなきっと。さあ今日は何の話をしよう。さっきからもずっとそれしか言ってないんだけど、まあ、何の話をしようって言ってもね、皆さんがいろいろ質問してくれるのでありがたいね。ありがとうございます皆さん。今日はあれだね、映りがちょっといいですね。ここの前髪変だけどここの前髪変だけど映りいいね。やった。長袖じゃなくて半袖です。この時期長袖はちょっとね、私はきついかな。え、漏れてるよね。リップしたから、なんでなんだろう。あとでもライトはあるかも。うん、ライトちょっと照らしてます。めっちゃ遠くからだけど、それはあるかもしれない。お疲れ様、ありがとう。あ、ちょっと一瞬待ってもらってもいいですか？ごめんね。ちょっと待って。お待たせ。いや、電波の話があったから、そういえば今 Wi-Fi 繋いでたっけって思って、まあね、昨日とちょっとネット環境違うんで、もしかしたら今日の方が良かったりするのかもしれないね。確か余計私が黙ってるからさ、もうエアコンがずっと喋ってんのよ私が黙ってるから多分余計音が聞こえちゃうんだと思うんですけど。そう、え、何の話しよう。なんかありますかやばい、全然話話題が全然出てこないんですけど。そう、エアコンの音ですこれ。そうなの、もうねゴーって言っとるけんあれやけど。そう、まあ今日はね一日お休みだったので、基本的には気持ち的にはだいぶぼーっとしました。そうだね、うん、どうなんだろうねわかんないんですけど。あ、910日ありがとうございます。今日は8月10日なんですよね。なんか
810日だったらめっちゃ切り良かったけどね。まあそういうわけにもいかない。でも910日っていうのもね、8月10日に910日っていうのもいいですよね。10だけ合ってるっていう。ぐっすりは眠れんかったかな。そうだね。何時間ぐらいで起きたっけな。6時間弱ぐらいですね。最近ちょっと睡眠時間短いんですよね。そう。そう、なんかぐっすりね眠れないっていうのも、ね、なかなかあれですよね、気持ち的に気持ち的に。やっぱね、そうコンディション整えるためにも理想の睡眠時間っていうのが自分の中にありまして、そう、まあほんと最低6時間、まあ普通で7時間、理想は8時間なんですけど、最近はもう5時間とかになっちゃってるんで、エアコン除湿です。そう、でも私はそういい、なんかそうなんですよ、もうちょっと長く寝れるコツをさ、長く寝るためにはどうすればいいんだと思ってね。でも寝れないんですよね。そう、起きちゃうのっていうか、あれ熱っ、5時間の時は温めとかする。今日はね、2分ぐらいちょっと寝ました。お昼寝っていうか、机に突っ伏して、諦めた諦めました。二度寝できない。ね、二度寝してるの。それどころか三度寝ぐらいはするんだけど、ただ日によっては私本当二度寝三度寝10分おきに起きちゃうタイプで、なんかそれがもう 2,3 回続いたらもう今日は起きようってなるの。まあ、1時間ぐらい続いたらじゃあもう一回寝ようかなってなるんですけど、そう。皆さん今何分ですかね。時計がなかった。55分か。甲子園は見てないんです今日は。そう。高校の時は寝ても寝ても眠かった授業中とか寝てましたか、もしかしてでもみんなさ、やっぱみんな経験するんじゃないのかな、寝ちゃうのってさ明日からね、またちょっとあれなんで、多分ちょっと配信時間もしかしたら明日からちょっとね、だいぶ短くなって
しまうかもしれまへん。ごめんね。そうちょっとねまだ見えないからね、なんて言うんだろう、明日からのあれがちょっとまだどんな感じになるのかなみたいな、そう思ってるので、例えばなんかミッサーがね出る舞台が延期になったっていう風に言っとったんですけど、あのなんか写真見たらラスティーズのカーズのラスティーズの T シャツ着てる人がいて、あって思ったんですけど、いやでもなんかそんなことでコメントするのもちょっとあれだなっていう風に思ってここで言いました、ショールームで。私もね、頑張りたいと思います。明日からも。何がとは言わないけど。多分そこが一番気になるんじゃないのかな。そう。いや、そこが一番気になるんですけどって思う方多いと思うんですけど。頑張ります。何がとは言わんが。じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっと早いんですけど、じゃあランキングの前にギフトを見ますね。はるにゃんさん、アイスクリーム、桃の天ぷらさん、金魚すくい、はやちゃんさん、ハート100個、カラスのかわこさん、バラ、はるにゃんさん、ハート3つありがとうございます。トリプルハートだねこれは。13位かほさん、12位桃の天ぷらさん、11位ソランさん、10位トリーデスさん、9位飯田ひろゆきさん、8位はやちゃんさん、7位プレジョンさん、6位ロミツさん、5位あっくんは広島県民さん、4位カラスのかあこさん、3位夏目さん、2位玉国さん、1位が TKHKG さんでした。はい、というわけでじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、またね、おやすみ、ありがとうございました、またね。ありがとうございました。またねー。